すごいメッセージが来たぞ。よいしょ。これはインスタ、こっちはインスタ。おっとっと、インスタがこれか。うん？あれ？これか。これだ。できた。よし、オッケー。はい、こんばんは。よろしくお願いします。お待たせしました。はい、今日は、配信ライブを今日から毎日配信してやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。こんばんは。はい、遅くなりました。こんばんは。なんか最初にコメントどっかにかけたような気がするんですが、ちょっとできないかな。後からじゃもうできないのか。素敵なコメントかかった。今日から。今日からあれなんだ、日本語にならない、あれあった、今日から1ヶ月1ヶ月1ヶ月くらい毎日配信とフォローよろしくね。 OK、 できた。ありがとうございます。お待たせです。こんばんは、まこついとうさん、ありがとうございます。こんばんは。とちぎひろさん、こんばんは。ありがとうございます。今日から毎日配信してみます。今日はちょっと初回なんですけど、30分ぐらいでね終わりにしたいなと思います。あんまりね毎日これからやることなので無理したらいけないなということで、今日は11時ぐらいまでやります。はい、ぜひフォローしてないよという方はぜひこの機会にフォローしてみてください。はい、まさとさん来たよ、ありがとうございます。こんばんは、ありがとうございます。はい、よし、 OK。 ではちょっとコメントね、拾えてなかったらごめんなさい。ゆうひんさん、こんばんは、ありがとうございます。こんばんは。今日は TikTok とそしてインスタと両方やってきます。フォローまだしてないという方はぜひこの機会にフォローしてみてくださいね。では今日は少し、今日から毎日頑張って歌っていきたいと思います。今日ね、実はピアノを少し用意してみました。あ、ピアノ音出なかった、なんてことだ。あ、電源電源が切れてる電源が切れてるじゃないか。これだ、これだ、これで音と、これで音が出る。うん、ピアノも今日は準備してみました。ギターももちろん準備してますよ。はい、マイクはなのにマイクはつながってないんですね。今日はピアノもあるので、見たいやろ。ちょっと歌っていこうかなと思います。ぜひ、フォローなどよろしくお願いします。では、今日11時までね。リクエスト曲歌えるのがあるかわからないけど、もし
これ歌ってほしいっていうのがあれば。リクエストしてみてください。やっぱギターかな最初はね。あ、チューニング怪しい。チューニング怪しいですね。セカンドラブみーくん、ありがとうございます。セカンドラブか、初恋。たかゆきさん、ありがとうございます。初恋、誰の歌だろう。迷い道お願いします。皆さん、タイトルだけめっちゃタイトルだけ言ってくれる。めっちゃタイトルだけ言ってくれますね。わからなかったりするよ。おっとっとっと、もうちょっとギターが映ると良くないですか。今一瞬切れた。大丈夫ですか。もうちょっと、よいしょ、これをこうして、こうしたらギター見える。ちょっと見えるね。ギター見えた方がいいでしょ、なんとなく。リクエスト書いてみてって言った。中森明菜、中森明菜さんか。レパートリーにないな。なかなかちょっとみんなが知ってる曲を歌えないかもしれないぞ今日も。最初のリクエストは恋だって。ゆうひんさん、ありがとうございます。そうね、知ってる曲があれば、歌ったことない曲でもトライしてみたいなと思うんですけど、曲自体がね YouTube とかで聴いてるとバンされちゃうので、今日は私がちょっと聴いたことがあるような曲をね。恋だって、恋、ちょっと歌ってみましょうかね。恋って、こっちだよね。ちょっとどっちかなって今思っちゃった。はい、ゆうひんさんのリクエストお答えしていきましょう。ありがとうね。松山千春さんのナンバーで恋歌ってみます。愛することに疲れたみたい、嫌いになったわけじゃない、部屋の明かりはつけてゆくわ、鍵はいつもの下駄箱の中、きっとあなたはいつものことと笑い飛ばすに違いない、だけど今度は本気みたい、あなたの顔もちらつかないわ、男はいつも待たせるだけで、女はいつも待ちくたびれて、それでもいいと慰めていた、それでも恋は恋。酒を飲んで管を巻いて、洗濯物は机の上に、短い手紙添えておくわ、今度生まれてくる年
茶ならやっぱり女で生まれてみたいだけど二度とヘマはしないあなたになんかつまずかないわ男はいつも任せるだけで女はいつも待ちくたびれてそれでも慰めていた。それでも恋は恋。男はいつも待たせるだけで、女はいつも待ちくたびれて。それでも冷めていた。それでも恋は恋。それでも恋は恋。ありがとうございます。お送りしたのは松山千春さんのナンバーで恋でした。ゆうひんさんからのねリクエストで恋という風にいただいたんですが、この恋で合ってたでしょうかね。どなたの恋だか合ってればいいのですが、ちょっと待ってね、チューニングが弾きながらも怪しかったですね。失礼しました。リサのグレンゲ、あ、ありがとうございます。栃木さんリクエストありがとう。歌ってみましょうか。ひろこちゃん髪伸びた可愛いだって。魔王スタグラムさんありがとうございます。そう、髪伸びてきましたよね今日はだいぶ内巻き内側に入ってますが、なんかもう日によってもしっちゃんがっちゃんしてますが、これはもうちょっとおけけが伸びましたらポーポーだってパピプペポパパパーマをふよわーってこう当てたいなと思ってます。ぐしゃぐしゃにしたなんかこう犬みたいな頭になりたいなと思ってますね。はい、ラジオネーム、あ、そばさんだ、久しぶりですね。最近メッセージがなくて寂しく思ってます。あのラジオの収録今夜か明日の朝かなに、今度の日曜日分のラジオの収録しますので、ぜひメッセージ送ってください。よろしくお願いしますね。あ、松山千春さんの恋だった、ありがとうございます、よかったです。じゃあちょっとグレンゲ歌ってみますか。こっちもコメント、あ、84件もコメントありがとうございます。わ、すごい、あの見落としてそう、見落とすと思うわこれ。いっぱいリクエストいただいて、ドリッカーも優しい気さして、あ、分かんなかった。アンジェラさんこんばんは、ありがとうございます。イルさん、あ、ちょっと待って飛んじゃった。イルさんのメッセージを読もうとしたら飛んでしまった。イルさん、千春のイルさん、あ、ありがとう、千春だね、だってありがとうございます。そうね、恋と言ったらやっぱり松山千春さんのイメージが強いですよね。うんうんうん。あ、大丈夫そうかな。ちょっとね、リクエストいただいた曲、中森。なんか、ん？ちょっと分かんなかった。ごめんなさい。マシンさん、こんばんは。ありがとうございます。こんばんは。ぜひね、フォローしてくださいね。よろしくお願いします。じゃあ、グレンゲを歌いましょうか。今日はちょっと短めで30分。初回は30分で、明日また、やりましょう。10時半、10時ぐらい。10時にしよう。10時からやります。明日は。そう、日曜日がライブなので。で演奏するライブで、お昼から歌わない、お昼からリハーサルなのでね、ちょっと早めに
配信はスタートしましょう。明日は夜10時からやってみます。で、皆さんがどのぐらいのペースで聞きに来れるのか、コメントくれるのかね、ちょっとそういうのも見たいなと思います。こんばんはって BS ピラフさん、ありがとうございます。こんばんは。メッセージ送りしましたか、届いてませんかって、あ、本当にそばさん、ごめんなさい、ちょっとそばさん、ラジオの方のメッセージまだ今日はまだ見れてないので、後でまたチェックしてみますね。ありがとうございます。グレンゲ歌ってみましょうか。グレンゲ、グレンゲ、幅広いですね。松山千春さんから、松山千春さんからリサさんまでちょっとなんかテンション高めに今言ってみました。あ、テンション高めに言ってみましょう。歌いかな、久々に歌いますか、ちょっと失敗しそうです。おっとっとっと、なんかマイクにめっちゃ当たっちゃう。じゃあ歌ってみるね。ギターの音少し大きいかも。え、生音だから難しいね。音量下げてもらっていいですかね、ごめんなさい、生音でやってますから、はい、何もついてないのでね、もうごめんなさいね。強くなれる理由を知った僕を連れて進め、泥だらけの走馬灯に酔う、暴る心震える手は掴みたいものがある、それだけさ、夜の匂いに空にランデを変わっていけるのは自分自身だけ、それだけさ、強くなれる理由知った僕を連れて進め、どうしたって消せない夢も止まれない今も、誰かのために強くなれるならありがとう悲しみよ世界に打ちのめされて負ける、知ったグレンの花咲き誇れ、運命を照らして、稲光の雑音が耳を刺す、戸惑う心優しいだけじゃ守れないものがある、それだけ、ああ、ハートありがとう。ああ、水面下で絡まるぜ、あ、薄くて見える天罰、ああ、歌えない。ああ、ふぅ、ふぅ、一切の花より、挑み続けたい地理、美しい。乱暴に敷き詰められた、溶けだらけの道も、本家の僕だけに現れるから、乗り越えてみせるよ、簡単に片付けられた、守れなかった夢もグレンの花を咲き誇れ、この胸に宿って、曲忘れてしまった。ありがとうございます。リサさんのグレンゲでした。ありがとうございます。栃木ヒロさんリクエストありがとうございます。記憶回路さんってヒロム？写真がヒロムだよね。違うのかな？ありがとうございます。
はい、とつぎるさん、リクエストに答えてくれてありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。イルさん、パチパチとありがとうございます。マサさん、ハトミありがとうございました。ありがとうございます。OK。では、なんだかんだ言って、今日はちょっと30分だけなので、リクエストしたいの 最後、じゃあ、BS、ピラフさんのなんかリクエスト、私が分かるやつだったらお答えして、今日は終わりかな。11時までね、ちょっと短めで。明日は1時間ぐらいはやります。心に決めた。なので、ぜひまた明日遊びに来てください。明日は夜10時にしましょう。明日は夜10時からにしましょう。あ、9時半。9時にしようかな。だって次の日ライブだもんね。そうだよ、9時にしよう。明日は9時。明日はライブ配信9時にします。夜9時からです。はい。ピラフさんがリクエストしてくれたら、その曲で歌えれば歌ってお別れしようかな。美人や、ありがとうございます。塩プーさん、プールさん、ありがとうございます。嬉しい。ビッシュ、わかんなかった。ビッシュ、わからなかった。なんだろう。知らない曲だったから。じゃあ最後は、皆さんのリクエスト、頑張って覚えられる。ありがとうございます。ヒルボさん、大きいハット、ありがとうございます。なんかちょっと、じゃあカバー曲1曲歌って、今日はお別れです。明日夜9時から、もう一回言いますね。明日夜9時からもう一回やります。1時間ぐらいか2時間ぐらいやる。明日は頑張ってやりますので、見てちょうだい。はい、ありがとうございます。じゃあ、私が大好きな曲を歌ってお別れです。すっごいいい曲だったから歌う。 この曲すごい好きになったんです。このカバーシリーズで早くものにしたい、自分の。だから何回も歌わせてください。明日も楽しみ、私も楽しみ、ありがとう。恋人よ、僕は旅立つ。東へと向かう列車で、華やいだ街で、君への贈り物探す、探すつもりだ。いいえ、あなた、私は欲しいものはないのよ。ただ都会の絵の具に染まらないで帰って、染まらないで帰って。ありがとう。恋人よ、半年が過ぎ、会えないが泣かないでくれ。都会で流行りの指輪を送るよ。真珠もきっとあなたのキスほどきらめくはずないもの、きらめくはずないもの。恋人よ、今も見間違うようなスーツ着た僕の写真を見てくれ。いいえ、草に寝転ぶあなたが好きだったの。
がらし伸びる街、体に気をつけてね、体に気をつけてね、恋人よ君を忘れて、変わってゆく僕を許して、毎日愉快に過ごす街角、ございます。木綿のハンカチーフお送りしました。太田裕美さんのナンバーですね。あの今これ練習中でして、いっぱいあほぼ毎回歌うようにしたいと思ってますので、一緒に覚えて歌ってください。インスタライブご覧いただいた方、そして TikTok ライブご覧いただいた方もありがとうございます。まだフォローされてないという方はぜひこの機会にフォローしてください。よろしくお願いします。それでは、告知は明日また夜9時から配信します。1時間とか2時間はやれないかな、ちょっと様子見ながらやりたいなと思います。ぜひはいよろしくお願いします。いらしてくださいね。ありがとうございました。それでは今日は同時におしまいにしたいと思います。あ、TikTok の方で、ギフト投げてくださった方ありがとうございます。100日後に、別荘を売りに出す方が、ありがとうございます。そしてマサさんもありがとうございます。ヒルブさんもありがとうございます。それではまた明日夜9時にお会いしましょう。 TikTok もインスタもありがとうございました。また明日お会いしましょう。おやすみなさい。バイバイ。